トゥン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 トゥこんにちは、まるさんです。これ見えてる、初日に見てきちゃいました。スターウォーズ、スターウォーズスカイウォーカーの夜明け。これはね、いつもパンフレットだけ買ってパンフレットのレビューやることが多いんですが、これなんかすごい向こうが映っちゃってるね。スターウォーズスカイウォーカーの夜明け劇場版で見てきました。で、合わせて、こちらのパンフレットを購入してきましたので、このパンフレットのレビューをしたいと思います。はい、でね、劇場版のパンフレット実は2種類あって、通常版と特別版だったかな、があるんです。で、これはちょっと2冊買うのはさすがにちょっと大変だったので、この特別版の方をが限定版の方を買ってきました。そのこの表紙が真っ黒、しかもちょっと鏡っぽくなってるのでカメラが映っちゃってますね。さて、そのレビューをしてみたいと思います。開くとですね、 A long time ago in the galaxy far far away っていう言葉が出て、このバースカーが変わって飛び去っていく言葉があるんですが、まあ、今回の、エピソード9ということで、いよいよ3部作の9部作が一応終わるの最終話ですよね。最終エピソードになります。結構ここに来てエピソード7、8、新しいキャラクターでレイっていうね、女の子、女性が出てきますけど、そのレイを中心にして物語が動いていくんですが、まあ、今回その9もね、レンと、それから、カイロ・レン。レイっていう女性とカイロ・レンっていう、男の男性と出てきます。ページをめくりますと、まず、レジスタンスの復活。これはレイヤー・オーガナですね。ご本人はもう亡くなられてしまったんですが、すごいです。もう映画の中では生きています。それから、レイがこのジェダイの、トレーニングをしている、あのこう空中ブンブンいうあのボールですよね。で、いろんなシーンがあります。まずページとしては先ほど言いましたレジスタンスの復活ということで、アジャンクロスという星かな。それから次、闇のパワーの起源ということで、エクセゴルっていう星が出てくるんだよね。カイロレンです。今最高指導者になりました、カイロレン。でね、まあ、この間、市川海老蔵さん の、 歌舞伎のスターウォーズを見た、まあ、配信でね、ネット配信で見ましたけども、結構やっぱりスターウォーズって日本のこうなんていうの、まあ、侍映画というか時代劇というか、まあ、もともとジョージ・ルーカス監督が最初に作った黒澤明の映画にかなり影響を受けましたなんて話があるんですが、かなりそのテイストが強いです。本当にね、全部兵隊も着てるもので全部甲冑に見えてきますよね。で、このライトセーバーはまさにもう武士の剣みたいな感じです。まあ、闇のパワー。それからシスの信奉者を追ってということで、パッサーナっていう町にたどり着きます。ここでね、いろんな面白いこうお祭り騒ぎなんですね。お祭り騒ぎとか、まあ、原住民のお祭りみたいなのが描かれていて、これも面白いし、この、連騎士団っていうね、これがね、本当にね、なんていうの、もう時代劇に出てくるこのダークヒーローな感じがするんですよ。それからこのシス文字の解読、キジミというまた星が出てきますけど、C3PO はいわゆるプロトコルドロイドということで、まあ、いろんな言葉を分かって翻訳ができるんですが、なぜかこの文字だけは、分かってるんですけど、声に口に出して言えないプロジェクトがかかっている。それを、まあ、まあ、なんていうの、解除して、それを喋らせようというのがありますね。それからやっぱりね、このレイとカイロレンの戦いっていうのはすごい前編通して見どころです。でね、とにかくスピード感が違うの。これ見てびっくり。冒頭いきなりすごいし、結構スピード感があります。で、あ、これがですね、皇帝の遺品を求めてってことで、ケフバーっていうのかな、
ところに行きます。でこれはかつての、デススターが墜落した星です。海が荒れてます。あの予告編とかでね、あの思い切り荒れてる海がありますけど、あそこで、レイとカイロレンが戦ってるシーンがありますけど、あそこが、そのデススターが落ちたところ、でそこのデススターの中に実は重要なアイテムが隠されているっていうのがあります。それで今回ですね、とにかくすごいのが、帝国軍もそうだし、あこれ言うとネタバレになっちゃうかな、宇宙船がいっぱい出てきます。宇宙船がいっぱい出てきます。それから魅力的なキャラクターもあります、たくさん出てきます。レイでしょ、それからカイロレン、それからレイヤー・オーガナ将軍、それからフィンネ、それからポー、それと、ランド・カルリシアンが出てきますね。あとまあ注意、もちろんうおーと、ね、注意が出てきますけど、その他たくさんこう魅力的なキャラクターが出てきます。ルークも亡霊で出てきますね。あといろんなキャラクターが出てくるのと、それから惑星ですね、プラネッツ、先ほど紹介しましたけど、それぞれのエイジアンクロスね、最初ってね、ムスタクファー、だからパサーナ、ケフバー、エクゼゴル、それとキジミ出てきます。それからこれがキャラクター図鑑みたいになってますね。ナイト・オブ・レン、レン騎士団、これがね、悪党っぽいんですよ。6人いるのか、6人いるんだけど、これがすごいね。で、トゥルーパース、あの白いやつとか赤いやつとか黒いやつがいますね。もう本当にこれがね、甲冑に見えるんですよ。で、あとクリーチャーズということで、あの不思議な宇宙生物が登場してきますし、エイリアンズということで、いろんなこう宇宙人といいますか、知的生命体が登場します。それと今回、宇宙船がいっぱい出てきます。とにかくいっぱい出てきます。ミレニアムファルコンもそうですし、 X ウィングも出てきますし、すごいのがね、このナイトバッグ、ちょっとね、タンデビーっていうね、本当に最初のスターウォーズで、レイヤーが乗っていて、でその上をスターデストロイヤーが来るっていう、あのシーンで出たあの船がまた登場します。それからスターデストロイヤー出ますよ、でっかいのが出るんですよね。あとはタイファイターね、これあのカイロレンが乗ってる、ちょっととんがってるタイファイターも出てきます。またあの新しい宇宙船など乗り物などもたくさん出てきますね。それからウェポンズ、これ武器ですが、まあ、ライトセーバーはもちろんですけど、ランチャーとかキャノンとか、あと弓とかね、そう銃はもともとね、あのボウガンみたいなの持ってるしっていうのがあって、ありました。あとはドロイドもいっぱい出てきます。ロボットいっぱい出てきます。R2D2 みたいによく似ているけど、あの帝国軍のみたいなロボットも出てきます。それから秘密のアイテム、あのね、これ面白いのは、本が出てくるんですよ。いわゆる紙の本、でその紙の本、これは、ジェダイの書なんかもそうなんだけど、紙の本っていうのがこの SF の中に登場します。で、あとインタビューですね。デシー・リトリー、レイを演じた人、それから、アダム・ドライバー、カイロ・レイを演じた人のインタビュー、それからフィンを演じた人、それからポー・ダメロン、ポーですね、演じた人の、それからハックス将軍、カイロ・レイの、ライバルみたいな、カイロ・レイをライバル視しているやつね、それから、ローズ。ローズはね、いわゆる東洋人の女性として、バスターウォーズの中にね、しっかりこうポジションを築いたなって感じがします。それからシャナ、彼女もかっこいいですね。あとね、ケリー・ラッセルさんがやってるゾーリっていうのが出てくるんですけど、もうずっとね、マスクしてんの、目だけちょろっと出てくる。それからランド・カルリシアンがね、かっこいいんですよ。とりあえずでかな、今回は本当に、ハンソロが出てこない、出てこないので、いわゆるお父さんポジションみたいな感じがします。
それから、まあ、マーク・ハミル、ルーク・スカイウォーカー、キャリー・フィッシャー、レイア・オーガナーですね。注意、チューバッカですね、出てきます。C3PO もちろんです。これね、 C3PO 途中でさっきのね、あの指数号を解読するときに、まあ、全部の記憶が初期化されるっていう設定で、またね、あなた誰ですかみたいなね、感じになってしまいます。それから反乱軍もいますし、帝国軍もいます。スカイウォーカーのレガシーということで、高木純三さんが書かれている、コラム。それからスターウォーズ銀河におけるスカイウォーカー一家中心の年表ということで、アナキンスカイウォーカー、まあ、後にダースベイダーになるアナキンスカイウォーカーの誕生から、まあ、今回の、ね、スカイウォーカーの夜明けまでずっとこう年表というかエピソードが書かれています。それから音楽がすごいです。ジョン・ウィリアムズとスター・ウォーズということで小林淳さんが書かれていますが、ね、劇中の音楽もすごいんですけど、ラストですよ、すごかったのは、いわゆるエンドクレジットが流れていく間中ね、本当にこれでもかっていうぐらいもう響かせましたね。 あれはすごかった、うん、ぜひ劇場で見ていただき、聞いていただきたい。最後まで席立たずにね、明るくなるまで席立たないで聞いていただきたい感じがしました。それから、写真としては、今までのエピソード4、5、6、それが7、8、9が出ています。まあ、今回監督と脚本、制作をやりました、J.J. エイブラムスの、インタビュー、まあ、まずコメントかな、インタビューコメントですね。それから、制作のキャスリーン・ケネディさんのコメント、共同脚本のクリス・アリオさんのコメント、それからミシェル・レイワン、ね、これはインタビューだな、インタビューがありまして、あとフィルムメーカーの、プロフィールが書かれています。結構なボリュームです、これ。うわ、これすごいな。このね、ページの真ん中らへん、この辺にねあるんですよ、この今回の一番のネタバレしちゃいけない、でもこれが、この秘密が明かされるというのが結構今回大きなところなんですけど、あのね、ネタバレはしない、ネタバレしないけど、おじいちゃんと孫の対面、はい、それだけで、あと結構ね、このね、あの限定版に関してはページ数が多いということもあって、コンセプトアートの、画集になってます。いろんな場面を、まあ、こういうふうにして作りたいねという、いわゆるイメージボードといいますかね。やっぱりね、見ると本当これ、いわゆるエンターテイン、娯楽映画としての全てが詰まってるという感じがしますね。スピード感だったり、キャラクターだったり、それからまあ息抜きじゃないんだけども、その、ちょっとユーモアのあるところだったりとかします。うわ、すごい。やっぱりね、このレイとカイロレン、この2人の凄さですよ。もう共に闇の支配者、闇に落ちて支配者になろうみたいな、宇宙は我々、2人で組めば宇宙は我々のものだみたいなのがあるんですが、っていうところですよね。あとはこれはコラム、フォースにバランスをもたらすもの、スカイウォーカー家の歴史ということで、相馬学さんが書かれているのがあります。作品解説ということで、順を追ってですね、スターウォーズエピソード4、新たなる希望、スターウォーズエピソード5、帝国の逆襲、スターウォーズエピソード6、ジェダイの帰還で、スターウォーズエピソード1、ファントムメナス、それからエピソード2、クローンの攻撃ね。パメドさん綺麗でしたよね。それとエピソード3、シスの復讐っていうところから今度来て、エピソード7、フォースの覚醒、それから最後のエピソード8、最後のジェダイと来て、今回のエピソード9、スカイウォーカーの夜明けということで、で、あとクレジットが、フィルメーカーの、ね、クレジットがちょっとあって、すごいのはですね、これを見せてもいいのかな。あのね、ここはいいかな。多分ね、あのちょっとこういうポスターがこうなってます。これまでのエピソード9までのポスター、これはね、いい、なかなか
で、一応終わりになりまして、あとは各ね、いわゆる商品、グッズの紹介というか広告、これがまたすごい、劇場商品通信販売、大劇場で売られているものも通信販売できます。それからこのね、腕時計ですよね、ミレニアムファルコンなんだけどひっくり返すと何デススターが出てくるゲームみたいな、学研、ライン漫画、それからセガプラザと講談社で、あと、レゴスターウォーズというゲームかな、これはね、PS4 とスイッチのゲーム、ワーナーブラザーズ、それからこれが、あ、ディズニーデラックスですね、12月26日から始まりますディズニーデラックスの広告、あとこれチェスの駒だな、面白いな、ロイヤルセラン、ロイヤルセランゴールっていうところのチェスですね。それからこれ、あのルークスカイウォーカーのアイキレッド5、これがね、ネタバレしちゃいけないね、ルークがいたあの星に実はっていう話です。エクスウィングがあります。それからここがコトブキ屋さん、あのフィギュアとか作ってるコトブキ屋さんですね。あ、かっこいいなこれな、ね、今回のエピソード9からも撮ってるし、それからね、あの今度テレビ配信じゃないや、ネット配信になるマンダロリアンのキャラクターも出てますね。あとこちらがユーキャン、英語のフォースはあなたにだって、ユーキャンでね、あのフォースの通信講座があったら面白いかなと今一瞬思いました。はい、それからドコモさんのね、D ポイントかな、 D ポイントのやつかな、うん、応援してます。それからあと宝トミーズ、やっぱりおもちゃいっぱいありますね。これね、トミカシリーズにミレニアムファルコンとエクスウィングがあるってやっぱりすごいですよ。はい、それからこれがどこバンダイ、あ、バンダイスピリッツだ、うわすごい、やっぱりね、ダース・ベイダーってね、これ日本、これなんだ、不動明王なの、この違うの暗黒彫像って言うんだよ、こう、剣持ってるでしょ、あれがこう不動明王みたいな感じになっててね、これかっこいいですね。で、タカラトミーさん、あ、SH フィギュアーズだ、あのアクションがいろいろ取れるやつね、まあ、安くないんだけど、これかっこいいです。なんかすげえ懐かしい、このすげえキャラいっぱいいる。で、あ、これか、これネットバンダイスピリッツ、バンダイスピリッツさんのページが結構あるのかな、うん、ということで、後半後ろの方にもちろんその、まあ、商品グッズの紹介のページがあるんですが、スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明けのパンフレット限定版はちょっとずっしりした感じですけどね、通常版ももちろんいいんですが、限定版にしかないページもあります、あるようです。なのでこれあのおすすめをしたいと思います。多分ね、今年のこの年末年始、それから冬休み、いわゆる冬休みねにかけて、スターウォーズはあのもちろんあのもちろん一人で見に行くっていうかね、あの彼女と見に、恋人と見に行くっていうのがあるんですが、まあ夫婦でもいいんですけど、これね、まあもともとある意味親子の映画だったりとか、それから今回あの孫とおじいちゃんの話だったりとか、いわゆるその家族の絆っていうものが一方ある一方で、この血のつながりではない絆みたいな物語でもあります。この冬休みに、まあ、そんな家族のつながりだけも大切ですが、血のつながりだけではない人と人との絆みたいなものを感じ取れる映画になってるかなと思います。本当にね、いわゆるもうエンターテインメント、 SF のね、エンターテインメントの全てが詰まってるっていう感じがしました。一部外国の方ではいまいちかなみたいなレビューもちょっと見にはするんですけど、これね、日本人には結構来るいい感じできています。本当にこの冬、スターウォーズスカイウォーカーの夜明け、これぜひお父さんとかおじいさんとかと一緒に見に行くとすっげーいいと思います。おすすめします。富士山見るなら山中湖、
チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。